This is Radio Thailand World Service, broadcasting from Bangkok and relayed over transmitters in Bandung, Udon Thani, northeastern Thailand. For listeners in Asia and the Pacific, the Middle East and Africa, Europe and America, it is now time for our broadcast in Japanese.こちらはラジオタイランドの日本語放送です。この放送はウドンタニ県バンドゥンのボイスオブアメリカの送信所を通じてお送りしています。今日は4月8日金曜日です。ラジオを聞きの皆様、いかがお過ごしでしょうか。それでは本日お伝えしますニュースの項目です。ファークランド連休前に当局がワクチン接種を加速させています。当局は感染性廃棄物の管理に懸念を表明しています。保健省は交通事故防止のためソンクラン期間中のアルコール検査で血液検査を導入する方針です。今年のモーターショーでは購入予約が 13.6% 増えました。それではまず初めのニュースです。ソンクランの連休前に当局がワクチン接種を加速させています。多くの県ではタイ旧正月ソンクランを前に高齢者や社会的弱者にコロナウイルスに対する最も有効な感染防止手段としてコロナワクチンの追加接種を実施しています。4月13日のソンクランは毎年その連休を使って帰省する人が多く、ソンクラン明けのコロナ感染拡大に当局は神経を尖らせています。いくつかの県で新型コロナ対策のゾーニングの色分けが更新されました。南部ヤラー県は新たに注意が必要なイエローゾーンとして追加され、これでイエローゾーンは47県となりました。新たな色分けでヤラー県では午後11時までレストランでの食事とアルコール販売が許可され、1000人までの集会やイベントを開くことができるようになりました。県当局は引き続き感染状況を監視しながら、特に高齢者や基礎疾患を持つ感染重症化しやすいとされている人へのワクチン接種を加速させています。ヤーソントーン県では当局が追加ワクチン接種を加速させるため高級車キャラバンによるワクチン接種カーを実施しています。ヤーソントーン県はソンクラン祭りと県で最も有名なルンタンファイ祭りに先立ち、住民にコロナに対する十分な免疫力をつけてもらいたいとしています。サムットサゴン県の保健所では高齢者に自宅でのワクチン接種を提供しています。サムットサゴン県ではまだワクチン接種や追加接種をしていない人に近くの病院でも接種できるとしてワクチン接種を進めています。次のニュースです。当局は感染性廃棄物の管理に懸念を表明しています。政府は新型コロナウイルスの治療の過程などで発生した廃棄物など感染性廃棄物の管理について懸念を表明し、国民の安全を確保するため関連機関に廃棄物を適切に法律的に処理するよう指示しています。プラユット首相は新型コロナに感染した患者の鼻水、痰、唾液、血液に汚染された廃棄物の管理について懸念していると述べました。またマスクや抗原検査キットも感染性廃棄物の増加に大きく関与しています。新型コロナの総患者数は依然として高く、当局は患者からの感染性廃棄物を他の廃棄物と混ぜて破棄してはいけないと警告しています。プレート首相は関連機関に効率的な管理を維持するよう指示しました。ライト首相は保健省に対しても自宅隔離中のコロナ感染患者に廃棄物の分別手順を周知させるよう要請しました。
感染性廃棄物が入ったゴミ袋にはゴミを扱う人が予防措置を取れるよう分かりやすく明確な印をつける必要があります。次のニュースです。保健省は交通事故防止のためソンクラン期間中のアルコール検査で血液検査を導入する方針です。保健省は交通事故が最も多くなるソンクラン期間中の飲酒運転を減らすため飲酒が疑われるドライバーに対し呼気検査が不可能な場合は血液検査ができるとの規則を設けようとしています。サーティット副保健大臣は運転者が拒否するなどして呼気検査ができない場合新しい規則では血液検査を受けてもらうことになると説明しています。血液検査も拒否した者は自動的に飲酒運転をしたとみなされるとして警告しています。サーティット副保健大臣はソンクラーンのいわゆる危険な7日間の交通安全キャンペーンを支援するために予算が政府によって承認されたことを明らかにしました。飲酒運転が判明した場合ドライバーは検査を実施するたびに数千バーツの罰金その他の追加の罰金も支払わなければならないと述べています。血液検査の結果は記録として残され免許更新の際の判断材料の一つになります。血液検査の実施が決まった場合この検査にかかる費用は年間2000万バーツから3000バーツに上る見通しです。一方医療科学局は昨年のソンクラン期間中に寄せられた784人の血液サンプルではその 55% が法定基準を超えるアルコール濃度が検出されたと報告しています。次のニュースです。今年のモーターショーでは購入予約が 13.6% 増えました。12日間にわたって開催され4月3日に閉幕した第43回バンコク国際モーターショーでは昨年を 13.6% 上回る3万3936台の予約がありました。政府が電気自動車の生産・販売を奨励していることもあり電気自動車の予約も多くありました。バンコク国際モーターショーイベントの開催業者であるグランプリインターナショナル社によりますと電気自動車を好む人が増えているものの依然としてガソリンや軽油を燃料とする自動車の人気が高く予約された車のうちガソリンや軽油の自動車は3万1896台を占めました。メーカー別での予約台数ではトヨタが5128台、ホンダが3019台、マツダが2906台、イスズが2594台、三菱が2553台などとなっています。それでは本日お伝えしましたニュースの項目を繰り返します。ソンクランの連休を前に当局がワクチン接種を加速させています。当局は感染性廃棄物の管理に懸念を表明しています。保健省は交通事故防止のためソンクラン期間中のアルコール検査で血液検査を導入する方針です。今年のモーターショーでは購入予約が 13.6% 増えました。以上、ラジオタイランドの小島秀美でした。ごきげんよう、さようなら。ไม่เห็นต้องอารมณ์เสียกับคำที่ฉันเอ่ยถามว่าเขาคนนั้นเป็นใครก็แค่อยากรู้มันผิดใช่ไหมหรือไม่ควรยุ่งเรื่องของเธอแต่ฉันนั้นคือคนรักและเรายังไม่เลิกกันใจฉันก็ยังคงถึงเธอไม่เคยบอกฉันและท่าทีของเธอก็ยิ่งทำให้ต้องสงสัยไม่ได้เจอเธอมองตัวเองอยากและรักไม่ได้มีใครเปลี่ยนดังวุ่นวายทำไม
Concludes our broadcast in Japanese. This program can be heard from 2000 to 2015 Bangkok time or 1300 to 1315 GMT.